どうぞ。この部屋に入るのも久しぶりね。どうして私を入れてくれたの？今の君が裏モードだから。断ったらドアを叩き壊してでも入ってきたでしょ。まあね、あなたがクロウエルに渡したメモを見たわ。あの分析はどこまで信頼していいの？誤差はプラスマイナス 0.36% まで抑えてあるよ。それなりに自信はある。外部セキュリティは完全に復旧済み？うん、同系統の侵入経路は先回りしてブロックしてるからしばらくは安全。あくまでしばらくだけど。いずれにしろあまり時間はないということよね。うん、運命革命回路の防御障壁が奴らに完全に突破されるのはもう時間の問題だと思う。ところでネルエル、あんな回りくどいことをした理由は？別に、願いを選んだクロウエルが知ると混乱が増すばかりだろうし、君なら理解できると思ったから。それにラナエルには。ラナエルには？うん、なんでもない。そう。ところで、あの神様坊やには期待してもいいのかしら？よくわからない。これは本当？でも神として完成するにはまだ時間がかかる。うん、それは間違いない。今のままじゃ絶対に勝てない。そうなのよね。そこが問題なのよね。うん、そこが大きな問題。悪い、待たせたな、エレノア。大丈夫だよ、神様。よし、一息ついたところで後半戦だ。ウォーレンの元へ向かおう。はい、神様。ウォーレン。エレノアじゃないか。久しぶりだね。一年ぶりかな。元気だったかい？うん、私は元気だよ。おや、そちらの若い彼は？ひょっとして君の恋人かな？違うよ。もうウォーレンたら、変なこと言わないでよ。この人は神様、本物の神様なんだよ。どうも、神様っす。あの神様、もうちょっとその威厳を。無理無理、高校生に威厳なんて所詮無理だし、偉そうにするのも性に合わないから。君が神様？へえ、驚いたな。でも、エレノアがそう言うのなら、本当なんだろう。うん。僕も君を信用しよう。それにしても、どうしてエレノアが神様と一緒にいるんだい？お姉ちゃんのことでね。神様にお願い事をしたの。そうか、セルマを止めるために。状況を知っているなら話が早い。セルマは人間の男を無差別に襲ってるんだ。
あんたの力を貸してほしい。セルマはあんたと別れたことが原因でおかしくなったらしいんだ。もしかしたらあんたの言葉にならセルマも答えてくれるんじゃないかと。それはないよ。僕とセルマはもう終わったんだ。僕の声が彼女に届くことはない。そんなのやってみねえとわかんないだろう。このままじゃセルマは退治されちまうんだぞ。そしたらエレノアだって悲しむし、あんただってそうだろ。ウォーレン、私からもお願い。私は優しいお姉ちゃんに戻ってほしいだけなの。エレノア。あのさ、こんなこと聞くのは失礼だって承知の上でなんだけど、どうしてセルマと別れたんだ？それ、私も知りたい。お姉ちゃんのこと嫌いになっちゃったの？もうお姉ちゃんの顔も見たくないの？一緒にいる時間が長くなっていくと、お互い見えなかった部分がいろいろと見えてくるもんなんだ。いいところも悪いところもね。それは檻のように胸の奥に溜まっていく。ひっそりと、でも確実に。そうやって男と女っていうのは分かれていくもんなんだよ。そんなことで？それだけの理由で別れたっていうのか？そんなことか。神様は随分お若いとお見受けするが、年はいくつだい？17だけど。恋をしたことはあるかい？初々しくて、しかも素直な神様だね。君も真剣に恋をすればわかるよ。君がそんなことと言った。そんなことの小さな積み重ねがとても複雑で大事だということに。そんなことを許せない者たちが別れ、そんなことを許せる者たちが結ばれる。それぐらいそんなことが大事なんだ。だからすまないが、君たちの力になることはできない。でも、好きだったんだろ？ああ、大好きだったさ。でも、残念ながら今は他人だ。どれだけ一緒にいい思い出を作ったとしても、別れてしまえば他人なんだ。他人にならなければならないんだ。僕には今の新しい生活がある。だからセルマに会うことはできない。でもよ、だからってセルマが退治されてもいいっていうのかよ。そんなことは言っていない。どうやら若い君にはまだ理解できないようだね。理解できないし、したくもないね。前の彼女だろうが、その前の彼女だろうが、困ってたら助けてやるのが普通。もういいよ、神様。え？でもよ。ウォーレンは間違っていない。ウォーレンは何も間違ったことは言ってないよ。もはや打つ手なしなのか。案ずることはありませんわ、神様。神様はちゃんと運命を革命するきっかけをお作りになられましたわよ。
うやめて、お姉ちゃん。これ以上誰も傷つけないで。こんなことしたって、ウォーレンは帰ってこないんだよ。あんな男なんて関係ない。私は人間の男すべてが許せないの。人間の男なんてものが存在するから、悲劇の恋が生まれるのよ。そう、エレノア。あんただって、いつ私と同じ目に遭うか分かったものじゃないのよ。だから、二度と悲劇が起こらないように、私がこうして、人間の男どもを根絶やしにしてあげるの。やめて、お姉ちゃん。私が大好きだったお姉ちゃんの歌を、もう一度聴かせてよ。こんな歌、お姉ちゃんの歌じゃない！うるさい！これが今の私の歌よ！この歌の魔力で、男どもを根絶やしにしてやるのよ！あの異常なまでの魔力、何かきっかけがあったに違いありません。やはり運命革命回路内に侵入した何者かがセルマと接触して影響を与えたと考えるのが妥当。でもよ、俺は天使たち以外に回路内に入れるやつなんているのか。大体さ、一体何の目的があって回路に侵入なんてするんだ。それはまあ、わざわざ侵入するぐらいだから、少なくとも俺たちにとって好ましい相手じゃないんだろうな。できることなら出会いたくないもんだぜ。